どうも、マサダイです。今日はですね、小学校以来の、懐かしのお菓子、買ったんですけど、少し違う。びっくりマン？え？びっくりマンじゃないの？え？びっくりマン？パッケージこんな感じですね。もう完全にびっくりマンと似てる、似すぎる。裏こんな感じですね。モンスターハンターとのコラボレーションで、ゴアマガラ、もう完全に最近のモンスター出てきますね。僕はですね、小学生の時に、すごい伝説を作ったことがあります。多分みんなは知らないんですけど、僕の周りは、とあるスーパーに行くんですよ。でそのたんびにビックリマン買うんですけど、ビックリマン買うたんびに、スーパーゼウスが当たってしまったっていう。で開けるたんびに、あ、まだスーパーゼウスかよ、ざけんなよって言ってた記憶があります。というわけで今回もこのビックリマンで、これ一番いいのなんだろうね。これやっぱり表紙のリオレウスなのかな。やっちゃうぜ。開けていきます。あ、懐かしいな。あ、変わってない。もう中身びっくりマンです。わあ、すごい懐かしい。とりあえずまずこっちからいただきます。わあ、懐かしいね。いただきます。ん？あ、違う。ビックリマンってナッツ入ってましたよね。入ってない。ただのチョコだよこれ。うん、あ、チョコだよ、チョコ。うわ、ナッツのあのカリカリ感好きだったのに。それではシール見ていきたいと思います。え？これなんだっけ？トライ、スリー、スリーのトライだっけ？トライの時から出てきたかな？ブラキディオス。こいつとは戦ったことがないね。うん。戦う前に俺がやめちゃった、先にゲームを。でも光ってます、キラです。いやー、やった。一個だけ？いやいや、もう一個。もう今回はもうシールだけでいきます。もうね、味伝えたからね。いやー、しょっぱなレア来たね。これ買った時に2個しかなかったんですよ。なんか結構有名なのかな、これ。人気あるのかね、やっぱりモンスターハンターだからかな。人気あるっぽいから、ね。でも、その最後の2個の1個にキラが入ってる。超いいね。さあ来い、リオレウス。お前は、ここで出るんだよ。ピッ。おおやばい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 。リオレイヤー、希少種。やばい、これガチでやばいじゃん。お、ビビッとー。すげえ、俺天才じゃん。やーばね。ビックリマン俺持ってるんですよ。おー、すごい、超嬉しい。さっきと全然違うよ、キラの。光度っていうか、金ピカ。すご超嬉しい。というわけで今回この2枚ゲットしました。両方ともキラです。やったぜ。この僕のビックリマン伝説を証明することができました。何やら裏にですね、狩りのポイントみたいなのが書いてありますね。爆破のやられのダメージを回避すべく、消臭玉で粘菌を取る、除くべしと。ほう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 。で、リオレイヤ希少種を狩猟し、作られた防具は激運のゴールドルナ。
あーなんかスキルみたいな感じかなこれは。うん、ちょっとポイントが書いてあります。やったぜ。リオレイヤよりね、リオレイヤってかリオレウスか、リオレウスとかリオレイヤよりやっぱ希少種の方がね、希少種だからね。うん、やった。それじゃあまた会いましょう。バイバイ。マサダイ TV をまだチャンネル登録してない方、動画下の登録するからチャンネル登録よろしくお願いします。僕のゲーム実況チャンネルマサダイゲームがオープンしました。皆さんぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。